じゃあ行きましょうか。はい、じゃあ行きたいと思います。はい、例の1、日本が統計135度なんですが、5月12日の午後8時の時、まあ今の時間なんですけど、インド統計30度は何月何日何時ですかっていう例えばの問題です。この時、まず考えなきゃいけないのは1つ目、日本のこの日本とインドのこの角度の違いによって時差が何時間生まれるのかっていうところを考えなきゃいけない。なので、同じ統計同士だからまず135度と30度を引き算する。統計同士だからね。そうすると、この違いは105度分だということがわかる。すると、15度で1時間の違いが出てくるんだから、割る15をすれば、時間の違いが出てくるので7時間ということが出てくる。じゃあ今回基準になっているのはちょっと下の図書いてみたんだけど、統計135度、統計30度、時間の違いは7時間なんだけど、東に行けば行くほど時間が進んでます。西に行けば西に行くほど時間は遅れます。なので問題として日本が中心っていう風に出てきたら、まず間違いなく戻してください。いい？この135度より、進んでいる国っていうのは問題に出てこないので、残りのこの、何度も45度分にある国っていうのは出てきません。テストの時には、135度、日本を基準としたらもうほぼほぼ日が統計整形全部こっちの話です。いい？だからもう日本を基準だね、時差を求めたら時間戻すんだねっていう風に捉えてくれれば OK です。OK？ じゃあ今回はこの7時間日本を基準にしているので戻します。今午後8時です。なので8時から7時間戻せばいいだけだから、答えは日にちもまたがずに、ちょっと見にくいかな、5月12日、日付は変わりません。そしてただ7時間戻すだけだから午前午後も変わりません。なので、8-7、 8時から7時間戻してくれればいいだけだから午後1時ってなって終わり。これが答えです。 OK かな？大丈夫？じゃあ次いきます。例の2、日本統計135度が5月12日午後8時の時、アメリカ整形120度っていう地点は何月何日の何時ですかって聞かれてる。 OK？ じゃあまず統計135度とアメリカ、ここ整形120度なんだけど、さっきやった問題通りこことここ引き算したらあかんね。0度から135度の地点、0度から120度の地点、この違いっていうのはここまでの距離の長さ求めなきゃいけない。 OK かな？ここまでの長さの距離を求めなきゃいけない。135と120度、だから今回は引き算ではなくて135度日本統計と整形120度を合わせた距離が時間の違いです。なのでこの255っていう地点をの違いを15で割って17時間です。日本とアメリカのこの地点は17時間の違いがある。だからここを基準にするので、この起点から17時間戻す。午後8時ってことで時計を考えるっていう、これ一つのテクニックだけど、午後8時っていうのを24時間表記にしてください。そうすると午後8時っていうと、20時ですよね。20時、そうすると20時の時間から17時間戻したら3時です。3時、日またいでないね。今回問題としては日をまたがずに答えてくれれば OK なので、5月12日の
ただし3です。朝です。午前3時っていうふうに答えてくれれば OK です。 OK かな。今日をまたがないパターンで問題を作りましたけど、実際のテストの時には、日付をまたいだものが出てくると思っておいてください。なので戻す時間だったりとか日にちが変わるっていうところでミスをしないようにしっかりとできるかがポイント。今例2つやったんだけど、テストの時もしくは、静岡県の場合は、学力調査、学長ね、あとは入試とかの時にはもうちょっともう一段階応用で問題が出てきます。口頭で言っておくと、例えばこの時にこうだよじゃなくって、日本がこの時間の時に、花子さんが例えばハワイに出発しました。12時間ぐらいかけてハワイに行きました。現地に着いた時、そのハワイは何月何日何時でしょうみたいな、要は移動時間っていうのを考えた上でその現地の時間を聞いてきたりもするので、そういう問題っていうところをまたね、用意ができたらしていこうと思いますので、まあ基本としてはね、この例の1番と例の2番っていうところの理解がしっかりとできればある程度の問題は解けるようになるので、しっかりと心のところ忘れないようにして、機会があれば忘れる前に問題を解いてみてください。 OK でしょうか。じゃあ、この時差の問題の解説の方はこれで終わりにしたいと思います。